はい、前回、フロベニウスの相互率を仮定して、それで計算をしたんですけど、今日はそのフロベニウスの相互率の証明をしましょう。まあ残りは割とゆったりできるということが分かりました。はい、それで、G は有限群で、なんだっけ、G 有限群で、で、H が部分群なんですけど、で、G の表現とそれから H の表現を考えると、これ表現、この時に、フロベニウスの相互率って何だったかっていうと、だからその指標を考えなくちゃいけないですね。これらの指標をそれぞれ、W からの、誘導表現の指標をこういうふうに書いて、これ誘導表現の指標。の指標。それから、こう書いたら V の、制限の指標というふうにします。この時に、フロベニウスの相互率って何だったかというと、主張は、簡易 V、これと、だから G 乗で考えるわけですね。これと、誘導表現の、指標の、内積、ここはどこで考えるかというと G、それがこちらを、制限したものの、表現の指標と、W の指標の内積を H で考えたものに等しいというのが、フロベニウスの相互率です。で、今日は、これを証明しましょう。はい、証明しますが、両方とも規約と仮定していいっていうところに帰着させます。で、V を、これ規約分解、で、W を、WJ の和として、これも規約分解とします。この時に、この主張の左辺と右辺がどうなるかっていうと、簡易 V の簡易の、誘導表現の内積というのは、これは、両方とも I と J に関する和で、もう言いませんでしたけど、誘導表現は直和の誘導表現は誘導表現の直和になるとかってもう書きませんけれども、そういうふうになります。で、だからそういうのを利用すると、これは I と J に関する和で、VI の指標と、WJ の誘導表現の指標の内積になると。で、右辺、これだから左辺ですけど、で、右辺はどうなるかっていうと、I と J に関する和で、I と J に関する和で、こっちですね、こちらの方も、VI のリストリクションと、WJ の指標の、内積と、こういうふうになるので、おのおのが等しければ和を取っても等しくなるということになるわけだから、V と W が両方とも規約と仮定していいわけです。よって、VW、両方規約としてよいと。ということになります。で、はい、それで、
下位部位の下位のインド W はこれは何かっていうと、これ規約指標ですから、以前やったことによって、この表現の中に部位が何回現れるか、その重複度ですよね。これは何かっていうと、この誘導表現に部位が現れる、重複度でした。で、それは何かっていうと、どっちでもいいんだけど、こっちでやらないといけないのかな。G のインド W から V への、G 順動形 の、次元、ベクトル、これベクトル空間になりますから、あの C 上のベクトル空間になるので、これの次元が、この重複度でした。で、同様にして、V の制限の指標と W の指標の、内積というのは何かというと、こちらが規約ですから、この中に W が何回現れるか、これは、V の制限に W が現れる、重複度でした。でそれは何かっていうと、W と、V とこういうふうにしなくちゃいけないですね。はい。H 順動形で W から、V の制限への H 順動形の、ベクトル空間としての次元ということになりました。で、G 順動形っていうのは軍艦上の順動形と同じで、それはまだ定義してないんですよね、確かね。定義してないので、はい。で、これらを環順動形の次元で表したいんですけれども、環順動形って確かまだ定義してないので、一応定義しますけれども、A を環として、V と W を、左 A 加群とします。この時に、ホーム、この時に、F っていう V から W への写像が A 順動形とは、何かっていうと、線形写像であって、環の作用と互換性があるということですね。だからとは、F は線形写像であると、全部 C 上でか、これもう C を含んでるというふうにしましょう。そういうものしか考えませんから、線形写像であって、これまあ C 線形写像っていう、そういう意味ですけど、線形写像であって、A が環の弦で、V が V の弦なら、AV の行き先が A の FV になると。こういうのを A 順動形と言います。で、はい、それで、ホーム A の、VW と書いたら、これ A 順動形全体、A 順動形、もう A 順動形 A ホームと書いてしまいますけど、全体の集合で、2つの順動形があれば、その和を取ることもできるし、C、複素数倍することはできるわけですね。
A が果敢だったら A 倍することできるんだけど、A は必ずしも果敢ではないから、その部分はダメで、だからこれは C ベクトル空間になります。だから A が果敢なら これも A 加群、 A 加群になるんだけど、果敢でないと必ずしも A 加群の構造を持たせることはできない。はい、それで、これとこれをその単純動形の言葉で言い表したいんですけど、はい、その時に、ホームの、G 順動形で、W の誘導表現から、V への、G 順動形全体というのは何になるかっていうと、G 加群っていうのは、G 加群、は Z じゃないや、軍艦上の加群、ごめんなさい、G 加群とは言ってないんだ、G の表現と、軍艦上の加群は1対1に対応するということを前話しました。で、誘導表現って何だったかっていうと、CG 加群としては、CG 加群としては、CG と、これを H 乗のテンサー積で、W と、これが誘導表現でした。なお、CH の弦って、G 以外の点で、H 以外の弦に関してはゼロ、すべてゼロの成分を持つような、そういうふうにして、これをこれの部分、部分間というふうにみなしているわけですよね。はい、これが誘導表現でした。で、でこれなんですけれども、もう証明しませんけど、両方とも CG 加群になっているので、CG 加群としての順動形、CG 加群としての順動形全体というと同一視できるということがすぐに分かります。これを CG 加群とみなして、これを CG 加群とみなせば、G の作用と整合性があるってことは、CG 加群、 CG の作用と整合性があるということと同じで、これと同一視できるということが分かります。で、同様にこっちの方ですけど、どこに書いたかな、もう一つは、だからこれとこっちですね。はい、ホームの H の、W のリストリクションの V と、これは何と同一視できるかというと、CH 順動形で、W は W でそのままでいいと。で、V もそのままでいいんだけど、ここでちょっと注意が必要で、ここで注意が必要なんですけど、V は CG 加群なんですけど、CH が、CG に含まれていて、で、これは、V は CG 加群になっていると。ということは、V は CH 加群とも見なせるわけですね。これ、この方が、この方眼関係により、V は、CH 加群と見なせる。と見なせる。この弦とこの弦に対して、この弦が A、この弦 X とかってあったら AX っていうのが対応させることができたわけだけど、これ部分集合ですから、
この弦をこの弦とみなして、V の弦に作用させることができるので、V は CH 化群とみなせる、その意味で、こういうふうに書いているんですけれども、V は集合としてはそのままだけど、CG 化群をそのまま CH 化群とみなしたもの、だからホームの H の W の、リストリクションの V はこの、W から V への CH 順動形全体と、同一し、することができます。だから、あの2つのよって、この2つが同一しできるってことを言えばいいわけですね。この集合と、この集合と、V から W から V への、CH 順動形が同一視できるを言えばいいと。はい、ということになります。で、転差積のについてはこういうものだってことしか言ってないので、あんまり正確にはできないんですけれども、この2つを、どうやって同一視するかっていうことは言います。だからもっと一般にね、一般に、次のようなことが言えます。A から B を、単純動形、単純動形として、単純動形、動形って動形で、単純動形で、V が、B 化群で、W が A 化群、とするときに、次のお題が成り立つんですけど、ホームの、あれに合わせて書くと B の、B 転差 A の W の V が、ベクトル空間として、これ、両方とも、C を含んでいて、C の弦はそのまま何もしないと、そういう仮定をしてますけれども、A 順動形であって W から V への A 順動形全体と、これを証明すれば、B が CG であって A が CH であれば、そのままあれになってるわけですね。これを、A イコール CH、B イコール CG として、適用すればよいと。だからこの動形を証明すればいいんですけれども、これはよく知られている動形で、はい、それでいいんですけれども、その証明をしますが、だから一方からもう一方への写像を2つ作って、それが互いの逆写像になっているということを言えばいいわけですね。自然に作れるんですけれども、だから、F を、ホムの B の、B 転差 A の W から、V への、B 順動形とします。この時に V から W、あれ？そうですね、ノートと逆になってるけど、まあいいや。この時に、W から V への、A 順動形を作りたいと。はい、どうやって作ったらいいでしょう。W の弦に、V の弦を対応させたい。で、この弦に対しては何か V をの弦を対応させることができるわけですよね。だから、W の弦に対して、B 点差、W の弦を自然な形で対応させることができれば、V の弦が対応させることができます。で、B には1っていう弦がありますから、それを考えればいいわけですね。
だから、ファイ F っていう、W から V への A 順動形を、W の弦に対して、X、まあ、X を W の弦としたときに、これ定義ですけど、1テンサー X という、B テンサー W の弦を考えて、それに F を適用すればいいと。そうすればこの部分の和はあのテンソル積ってあの総線形でしたから、総線形でしたからこの部分の和っていうのはだから、例えば1たす X1 たす1テンサー X1 たす X2 っていうのは1テンサー X1 たす1テンサー X2 とかあのこういう類のことは成り立っているわけですね。で、スカラー場 C の弦によるスカラー場合も同様。だからあのファイ F の X1 たす X2 は F の1テンサー X1 たす1テンサー X2 で、これは F っていうのはあの和を保ちますから、これはあのファイ F の X1 たすファイ F の X2 になってるわけです。ファイ F の X1 たすファイ F の X2 で、で、あのテンソル積っていうのはあの C 加群にはなりますから、あのスカラ場合も同様。も同様で、同様で、あと A 加群になっているってことを言わなくちゃいけないですね。A 加群になっているのはなぜかというと、X が W の弦で A が A の弦 だったらどうなるかっていうと、ΦF の、AX、これは何かっていうと F の1テンサーAX、これ定義ですね。はい、ここまでいいですか。で、テンソル積なんですけど、A の弦は A 乗のテンソル積だから A の弦はここからこういうふうに移ることができるんですね。そうするとこれは F の、A テンサー X っていうふうになって A がこっちからこっちへ移って、まあ、あの A があの B の部分集合でなくてもいいんですけれども、その場合にはあの A って書くのはちょっと本当は問題があるのかもしれないけれども、あの A の B での行き先という意味でこういうふうに書いているんですが、あのこちら側に移ると。で、これはあのこれって A×1 というのと同じことですから、あの A が1テンサー X に作用しているのと同じです。でこれは F の A の1テンサー X と同じで、F はあの B 順動形ですから、これの行き先に関してもその整合性があって、これはこう外に出るわけですね。そうすると A の F の1テンサー X で、これは ΦF の X ということになって、あの A 順動形であるということが分かりました。よって ΦF は A 順動形で、逆方向なんですけど、逆に、G が、W から V への、A 順動形だったとします。この時に、B テンサー W から V への B 順動形を作ればいいんだけれども、この時に、どうしよう。プサイ G、はい、この時にプサイ G、プサイ G という、B テンサー W のから V への B 順動形を、次のように定義と、どういうふうに定義するかというと、Bi テンサー XI の有限和、これ有限和ですけど、
もう書いちゃうか、1から n みたいな、こういう有限は、テンソル積っていう、テンソル積の限というのは、こういう形をしているわけですね。で、ここで bi は b の限で、xi は、w の限、こうですけれども、こういう形をしている。その行き先を決めればいいんですけれども、ちょっと待ってみましょうか。はい、これ b 順時計なので、この bi はこう外に出るんですよね。まあ、わわわになって、その後この bi っていうのは、この bi 点差 xi っていうのは、bi かける1点差 xi ですから、その bi がこう外に出るわけですね。だから、i が1から n にわたることの、bi の、g は、g はここでしか定義されてない。 b はこの上では定義されてない。でも行った先で、その φg がもし、b 順動形になるとしたら、 bi は外に出なくちゃいけない、そういうことを考えると、 bi の、bi の、gxi と、定義すればよいと、こうなるわけね、となるように定義。定義すると、で、これ定義できるっていうのは、テンソル積の、普遍性を使って、本当はそういう普遍性を使って、これがウェルディファインドになるとか、そういうふうなことを言わなくちゃいけないんだけど、まあ、それは認めてしまいましょう。こういうふうにして定義できるってことを、認めてしまいましょう。はい、その時に、これ和と整合性があるっていうのはよくって、なぜかっていうと、まあ、これの定義から、定義からっていうか、その普遍性なんですけどね、だから和はだからこんなふうなことを考えてるわけですよね。 i が1から n の bi 点差、bi 点差、xy と、j イコール1から m の cj 点差 yj みたいな、こう和を取るっていうのはこういうふうなことを考えているので、それはもうこういうふうに定義できるとしたら、この部分がこう和になるだけですから、これの行き先は、i が1から n であることの、BIGXI 足す、J イコール1から M の、CJGYJ ですから、和が和になってるってことは、これを認めれば明らか。でも、本当はこういうふうにうまくいくっていうところが当たり前でないんですけれども、あれを認めればこれは明らか。だから和とは整合性がある。整合性ありと。で、スカラ倍も同様で、スカラ倍、同様で、A 順同、B 順同形かどうかって、だから B 順同形であるってことも同様なのか、B 順同形であるってことも明らかなんですね。B が B の弦だったら、φg のここに b っていうのをかけると、この弦に b っていう弦をかけるとどうなるかっていうと、もうこう詳しく書きませんけど、ここ bbi っていうふうになって。はい、それで、その行き先は、i に関する和で、bbi の gxi と、行った先は b 加群になってますから、この bi をかけるということができるわけですね。行き先は v ですから、 v は b 加群なので、行った先では b をかけることができると、はい、それでこうなってるんですけど、これ v の弦、 v っていうのは b 加群ですから、これはこっちにこう行くわけですね。
これは B の、BIGXI ということになっているわけだから、この部分はプサイ G の I が I に関する和で、BI テンサー XI ということになっているわけです。だからあの中で B をかけるっていう、その B がこう外に出て、プサイ G はB 順動圏になるということがわかります。で、これがお互いの、逆斜像になってるんで、だから F に対してファイ F を対応させるっていうのと G に対して、プサイ G を対応させるっていうのが、これ互いの逆斜像になります。はい、ということになって、この部分はもうチェックしませんけど、これチェックしないんだけど、あの それは分かって、これで証明がおしまいということになります。はい、でこれであのフロベニウスの相互率の証明ができた、あのできたわけですね。まあ、興味がある人はこれあの本当に逆斜像になってるってことをあの自分で確かめてみてください。そんなに難しくないです。斜像に斜像を対応させる斜像ですから、そこのところは注意が必要なんですけれども、一つの斜像を一つの点と見ることが、できるメンタリティになっているかどうかというのは問題なんですけれども、はい、これで、フロベニウスの相互率がおしまいで、あれ、それであのここまでが証明をつけて話すことで、これ以降は証明をつけて話しません。証明はつけません。有限群の表現に関しては、一つだけ注意しておくと、あのもう この授業で SN 以外の群をやってないので、有限群としては SN 以外をやってないんですけど、だから DN とかいろいろ二面体群とかいろいろあるわけですね。で、まあ、交代群は転移したけど、結局のところ交代群については話しませんでした。で、あの SN なんですけど、あの SN の規約表現ってあのヤングズ系の個数だけあるわけです。で、あの実はですね、あのヤングズ系からあの表現に関するさまざまな情報をあの計算することができるわけですね。で、その中で、だから SN の表現なんですけど、でこうヤングズ系がこうあったとしたら、こういうヤングズ系があったとしたら、こう対応する、表現、を構成できるんですね。構成できる。どうやって構成するかっていうと、あのこうこの中にあの左イデアルというものをあのうまく作ることができるんですけど、これに、左イデアルを、まあ、作ることができるんですけど、左イデアルが何かっていうのはもう言いませんけれどもあのそういうものを作って、この中にその表現を実現することができるんですね。でその表現を実現するときに、例えば どんなような類のことをするかというと、ここにもう、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 だから1から9までの数を、もう どういう順序でもいいからこう書くんですね。でこういう情報を使ってあの表現を作ることができる。でその指標を計算することもできる。組み合わせ論的にも指標も計算できる。でその公式はあのかなり複雑なものになるんですけれども、あのその表現の次元はですね、あの比較的簡単に記述できるんですね。でその表現の次元について、その表現の次元についてだけはお話ししておきましょう。表現の次元なんですけど、フック数というものがあるんで、マスがあったら、フック数、
カニの数ですけど、こういうふうなマスがあったら、これヤング付けですけど、ヤング付けですけど、もうちょっと膨らませようかな。こういうヤング付けがあったとします。これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 S11 の表現ですね。 S11 の表現なんですけど、すべてのマスを考えます。例えば、このマスを考えたときに、このマスの、フック数、とは何かっていうと、このマスのこれも含めて右、右あるいは真下にある、マスの数、これも含めて含め、右と下にある、マスの数、を複数と言います。だから、ここだったとしたら、こことここですね。それが該当するところですね。これも含めて、これより右あるいは下だから 1,2,3,4,5 ですね。ここは複数は5です。ちょっと聞いてみましょうか。はい、ここの複数いくつですか。7ですよね。はい、じゃあここは11ですよね。はい、そういうのを複数って言うんですけど、で、表現の次元、対応する表現の、次元はどうなっているかっていうと、n の階乗を、s1 の階乗から点点点 sn の階乗で、これらはすべて、複数です。これが表現の次元になります。で、s4 まではやったので、s5 の表現の次元を計算してみましょうか。この複数で、はい、S5 でやってみましょう。はい、1,2,3,4,5、1,2,3,4で、こうなって 1,2,3はい、それから 1,2,3,4,5 はい、6,7と、はい、この7つあるわけですね。はい、だから S5 の規約表現は7つありますけれども、規約表現の次元を計算してみましょう。はい、まずこれでいきますけど、ここの複数は 1,2,3,4,5,5、5で、ここの複数4,3,2,1 と、こうですよね。だから、次元は、5の階乗を 5,4,3,2,1 で割ったもの、これ1次元表現。はい、次 1,2,3,4、 はい、これここのフック数は 1,2,3,4,5 だけど、ここのフック数は 1,2,3 ってなってしまうわけですね。で、これは2で1で、ここも1だから 5,3,2,1 だから5の階乗を 5,3,2,1 で割ったもので、これ4ですね。はい、次 1,2,3 で、これ、複数を計算してみましょう。ここは 1,2,3,4、 ここは 1,2,3、 ここは1、ここは 1,2、 ここは1、そうすると、5の階乗を 4,3,2,1 で、これ4の階乗ですから、これ5、
で、デュアリティっていうのがあって、ひっくり返せば縦と横がひっくり返したものは次元が同じになるんですけど、だからもう一つまだやってないのがあるんだな。はい、これ、はい、複数12345、これ5ですね。これ2で1、これで2で1、はい、だから5の階乗を、5221で割ると、54321で5と2が抜けて、だから4と3を2で割ったものだから、これ6で、縦と横を変えると次元は同じってことが言えて、表現は違いますけど、縦と横を変えても次元は同じということが言えて、縦横、変えてもでも、次元は同じで、あとは縦横を入れ替えたものになっているので、次元はどうなっているかっていうと1456541と、で、1+16+25+36+25足す16足す1、これは、1足す16足す25で42、84足す36は120、これは、ちゃんと S5 の、S5 の、弦の個数になってます。ちゃんとついつまってますね。16というのは4の2乗のことですけど、これでついつまがってます。はい、こんな風にして、表現の次元を計算するのは比較的優しくって、指標も組み合わせ論的に表すことができます。はい、で、有限群の表現に関しては以上。はい、今度、最高ウェイトの、ここまでいいですか、ちょっと待ってましょうか。はいはい、じゃあ今度最高ウェイト、ここまで有限群で、今度無限群の表現、連続群の表現になりますけど、最高ウェイトによる表現、について、お話しします。で、考える群は SLNC だけなんですけど、だけど簡約群と呼ばれるものについては最高ウェイトによる表現が可能です。で、どういうものかっていうと、これは単純群と呼ばれているものなんですけれども、単純群と、代数的トーラスの差だけあるもの、あるいは、ここにですね、特殊ユニタリ群というのが入っていて、これはこれの複素化というものになってるんですね。で、これコンパクトで、コンパクトが何かっていう、のも言ってないんですけど、誘拐閉集合になっているようなものなんですけれども、これはだから C 上のベクトル空間の中の誘拐閉集合になって、として実現できるようなものなんですね。で、コンパクト群っていうのはある意味で、有限群と似たような扱いができて、だから有限群の場合に規約表現、表現が規約表現の直和になるっていうのを証明したときにどうやってやったかっていうと、平均を取るみたいなことをやったわけですね。で、コンパクト群っていうのは、その上で積分を定義することができて、やっぱりこう平均を取るみたいなことができるんですね。だから、そういうものとの複素化になっていると、これがある意味ではここで、決定できるみたいな、そういうふうな状況になっていると、これの表現がうまく扱うことができるというふうな、だからコンパクト群の複素化になっているような、そういうふうな群だったら、この今から話す最高ウェイトの表現っていうのはうまくいくんですけれども、そういったコンパクト群の複素化になっているような、そういうふうな群のことを簡約群、リダクティブグループと言います。で、これはだから簡約群
簡約群、リダクティブ、グループというものなんだけど、本当はもっと特殊なもので、簡約群の中に反単純群というのがあって、その中にさらに単純群というのがあるんですけど、SLN は単純群、N が 1以外は N が1だったら、1になってしまうのか、1は単純群というのかなN が2以上の場合を考えることにして、単純群なわけですね。で、ここに入ってるんですけれども、だから簡約群の中でも非常に、いいものなんですね。で、反単純群にしろ単純群にしろ非常にいい性質を持っているんですけれども、そのいい性質のうちの一つは全ての有限次元、多項式表現、これから定義するんですけど、多項式表現が規約表現の直和になるという、そういう性質を持っています。そういういい性質を持っているので、いい性質っていうのはそれだけではないんですけれども、調べやすい群ではあるわけですね。だから反単純群のいいところは表現が規約表現の直和になる、あるいはユニポテントな弦で生成される、だから、こういう類の弦で生成されるとか、それから G をZ 上の構造を持っているときにはこれが体積有限とか、さまざまないい性質を持っているわけですね。だから単純群というものが反単純群とか単純群というものが意味があるんですけれども、これ C 上で考えてますけど、これは一般の体って定義してないんですけど、間であって可間間であって全てのゼロでない弦が逆弦を持つようなそういうものを体っていうんですけど、任意の体上で、こういう概念は定義することができて、ただその場合に注意しなければいけないのは C 上の場合と幾分差があって、C 上だったら、反単純群というのはキリングフォームというものがあって、そのキリングフォームが非対化であるというふうに定義できるんですけれども、任意表数だとそのキリングフォームでは定義ができないという根基というものがあって、根基が自明になるというのが反単純群の定義ですけれども、任意表数ではそれ自明で、同値じゃないんですけれども、C 上で考えたりするとそのキリングフォームによる定義とそれから根基による定義が同値になるってことが分かって、それで どちらの定義を採用してもいいんですけれども、そういうもので反単純群というものが定義できる。で、表数 P だとだからそういう任意の対象で考えると、反単純っていうものの、表現が必ずしも規約表現の直和に分解できるとは限らないんですけれども、限らないんだけれども、それでも表現に関してそれなりにいい性質をは持っています。例えば普遍式間が有限性性であるとか、そういうそれは証明するのは非常に難しいんだけど、表数ゼロだったら積分とか使って、途中で積分とか使って、定義で証明できますけれども、一般に証明するのは難しいことは難しいんだけれども、証明できることはできる。はい。で、考えているのはこういうふうなものなんですけど、G の中には次のような部分集合があります。対角行列全体、T1 から T1…TN、 これ積ですね。SLN だから対角行列の行列式は T1 から TN の積です。で、それが1になっているようなもの、これは SLNC のこれ部分群。はい。で、これ T1 から TN-1 まで定めれば TN はそれで定まるわけですね。T1 から TN-1 により
TN は定まると。だからT というのは群として何に同型かという、群として、C バツを N 引く1か1回、直積を考えたもの と同一視できるわけです。だから T1 はC の0でない弦で、積を考えているわけだから乗法を考えているわけですよ。乗法を考えているわけですよね。行列の積は、対角行列の積は対角成分の積になりますから乗法を考えていることになって、だから C 罰の N を N-1 個考えたものと同じということになります。で、だからこういう群を考えるときに C 罰の何個かの積とかっていうこういうものを考えるんですけれども、こういった群のことを、代数的トーラスと言います。はい、代数的トーラスで、なぜ代数的トーラスというかというと、ちょっと待ってましょうか。いいですか。C バツの中にですね、C1 というのが入っているわけですね。これは何かというと、複素数であって絶対値が1である、こういうものが入っているんですね。で、絵で描くと、まあ、ここが入ってなくって C バツだから、これ入ってなくってここそれ以外すべてこう考えてるわけですね。で、ここにこう単位円っていうのが、これ C1、 これ単位円ですね。単位円が入っている。で、これはこれの複素化になってるんですね、ある意味ね。で、複素化が何であるか言いませんけど、これはこれの、まあ、複素化と。例えばこういうふうに取れば、これギュッとこう縮めるとここに縮んでしまいますよね。はい、だからそういう意味で複素化っていうか、だから C 罰は、C1×R プラス正の実数全体の集合っていうか情報群ですけれども、こういうふうになっているんで、これ次元が1次元が1で、まあ、そういうことも含めて複素化になっているんですね。で、この S1 なんですけど、 S1 を2つ考えると、C1 っていうのは円と同じで、C1 というのは S1、 これ円と同じで、で、C1、 二次元の場合を考えると C1×C1、だからこれ S1×S1 ですけど、これを考えると、まあ、こういうものになるわけですね。こちら側がこれ S1 で、こちら側もこれ S1 で、S1 と S1 をの、直積を考えると、ドーナツ型みたいなものになって、これはドーナツあるいはトーラスと、呼ぶのをは反対しないでしょうからだからこの二次元の場合をもっての類似で、代数的トーラスというわけですね。はい、で、 SLN の場合にはですね、さっきの T より大きいものはない、大きい、代数的トーラスはないんですね。だから、T はそういったものの中で、それより大きいものはないので、極大、トーラスというものになっています。で、多項式表現というものを定義しますが、SLN の場合に表現でこの連続性を無視して表現を考えると、これ連続体の濃度を持ってますから、集合としては非常に大きい集合なわけですね。だからその連続性を無視して表現を考えると、むちゃくちゃなものになってしまう、わけです。だからその連続性は考えないといけないんで、ただしこれ C ですから、SLN って行列式が1であるっていう、そういう条件で定義されていますけど、行列式っていうのは成分の多項式で定義されているわけですね。だから
連続性というよりもむしろ代数的な構造を持っているわけで、そういう代数的な構造を反映するような、そういうふうな表現を考えることにしましょう。だから、ローっていう、G から有限次元表現を考えたときに、有限次元表現を考えたときにが、多項式表現とは、どういうものかっていうと、規定で規定を取って、V の規定を取ってを取って GLMC への同じ N だと良くないですね。GLMC への順道径と見なした時成分が G の成分と G の成分と SLN 座からそれだけでいいのか、 G の成分の多項式、多項式で表せるもの、表せるもの、そういう表現のことを、SLNC の多項式表現と言います。で、定理証明なしに書きますけど、G の、これ SLNC のことですけど、 G の、多項式表現は規約表現の規約表現、規約多項式表現の直和になる、こういうことが分かっています。で、証明はしませんが、SLNC の多項式表現が規約になるということの証明は、私の本、大数学3っていうのがありますけど、その付録に書いてあります。はい、ほかにもその証明に書いてあるところはたくさんあると思いますけれども、はい、付録っていうか補足っていう部分ですね。最後の章ですけど、はい、それでその規約表現を記述する、どうやって記述するかってことなんですけど、で代数的トーラスに関して言えば、代数的トーラスの一次元規約表現はすべて一次元であるということがわかります。T の多項式表現は、T のっていうか、だから代数的トーラスの、これも定理として書いておきましょうか。代数的、トーラスの、多項式表現は、規約な、規約な、多項式表現はすべて一次元です。は、一次元ということがわかります。はい。だからですね、V を表現としましょうか。規約表現とするか表現とするか。だから G を、SLNC として、それの表現を考えましょう。で、これ表現とします。いいですか。そうしたときにですね、これ T を含んでますから、
ローはあの T の表現にもなってるわけですね。ローはあの T の表現を引き起こす。だけど T の表現っていうのはあの一次元表現の直和になるわけだから、V の規定で V1 から点点点 V 何にしよう N で一次元表現ということはどうなってるかというと、ロー T の VI が、アルファ IT の VI、ただし I が1から N で、T はあの T の元で、アルファ IT は、スカラーですとなるものがあると。となるものがあると。はい、はい、で、これは何を意味しているかっていうと、 VI はですね、全てのロー T の、同時固有関数になってるんですね。つまり VI は全ての、ロー T の、同時固有関数になっているんですね。同時固有ベクトル、これが言えてるってことは、あの VI はあの固有ベ、ロー T っていう線形写像の固有ベクトルっていうことですよね。で、それはこれ T っていうのは何でもいいわけだから、あの全てのロー T に対して同時に固有ベクトルになっているので同時固有ベクトルというんですね。で、このアルファ I は、T から C バツへのこれも順動形になっています。で、この順動形のことを、アルファ I のことを、この表現のウェイトと言います。表現のウェイト、というと、はい、で例を考えてみましょう。はい、で例を考えますが、n が2の場合で、vm を、2変数、u1u2、これを u としましょうか。u イコール u1u2 の、正字 m 字多項式全体の空間とします。で、正字 M 字形式多項式のことを M 字形式とも言います。で、正字っていうのが、もしも分かっ、もしかして分かっていない人のために言っておくと、例えば U1 次乗、足す、U1U2 足すU2 次乗、これ正字です。全部の項が次数が2だけど、U1 次乗足す U2 これ正字でない、これ2次でこれ1次ですからこれはダメ、0は正字式とみなす、はい、それで、これベクトル空間になるんですけれども、正字式全体 M 字正字式全体を考えます。で、この時にですね、この時に、表現を考えましょう。G を SL2 とした時に、これ、まあ、行列で表されてるわけですね。で、ロー G というのを、M 字正字式 FU に対して、M 字正字式まあ、変数変換ですけど、あのこういうふうに、これ、行ベクトルとみなして、右から書ける、行ベクトルとみなす
はい、こんなふうにて、こんなふうなものを考えます。これが定義です。そうするとこれ表現になるんですけれども、これは表現、はい、それなぜかっていうと、H も、G の弦だったら、ロー G ロー H、FU っていうのはどうなるかっていうと、こういうことですけど、これは、ロー G の F の、UH なわけですね。はい、でこれをあの U の多項式と見てロー G を作用させているわけだから、U の部分を UG で変えるわけですね。こっちじゃないですよ。U の部分を UG で変える。だからこれは F の U の GH ということになって、これはローの GH の FU ということになると。いうことになって、ローの GH イコールロー G のロー H ですから、表現になってるわけです。純度形になってるわけです。で、今のところ単なる線形写像なんですけど、ローの、あの単位行列、これ、高等写像、それは明らか。単位行列を書けても何にも変わらない。だからこれは明らか。で、ロー G インバースが、ロー H の、逆写像。だからここに至って初めて、ロー G が、GLVM に入るということが分かって、積を保っているということを先に証明して、これが言えると、全単車ということが分かって、それで初めて、まあ、GLVM に入っているということが分かるわけですね。ここに至って初めて、まあ、あの純動形ということが完全に分かるわけですけれども、でこういった表現を考えてみましょう。でこの時に、ウェイトがどういうふうに記述できるかっていうと、この場合のウェイトと、それからあの最高ウェイトについて話したいんですけど、はい、で T は、この場合 TT インバースと、こういうふうになって、VM の規定として、政治式ですから U1 の M 乗 U1 の M-1 乗 U2 点点点 U2 の M 乗と、こう M たす1次元だから、あの M、VM の次元はあの M たす1なんだけど、こういう規定を取りましょう。その時に、TT インバースの作用はどうなるか。U1U2 の TT インバースは、これどうなるかっていうと、これ TU1、T インバース U2 とこうなります。だからこれを代入するとどうなるかっていうと、この U1 にあれを代入すると、U1 の M 乗は T の M 乗 U1。それから U1 の M-1 乗 U2 は、どうなるかっていうと、T の M-1 乗で、今度 U2 の方は、マイナス1乗ですから、 U1M-1 の U2、 これ、T の M-2 乗とこうなりますね。で、次はどうなるかっていうと、これ1つ減って1つ、1つ減ってもう1つ減るんだから、2個ずつ減っていくわけですね。2個ずつ、減ると、いうことになって、最後はどうなるかっていうと、最後は、U2 の M 乗が、T のマイナス M の U2 の M 乗ということになって、これらは、ウェイトになってるわけですね。だからウェイトはあの T に対して、TT インバース、まあ、あのこれを、まあ、T と同一視することにすると、これに対して T の、M 乗 T の M-2 乗
点点点 t のマイナス m 乗、そこまで、これ m たす1個ありますけれども、これらが、ウェイトになっているわけです。で、これ実は規約表現なんですけど、規約表現なんだけど、t に対して t の愛乗っていう、これ順動形ですけど、これをベクトル、一次元ベクトル i で表すと、まあこの場合はベクトルというよりは単に一つの数ですけど、まあそれも一次元ベクトルとみなして、一つのベクトル i で表すと、ウェイトは何だったかというと m 引く2点点点マイナス m というのが、ウェイトでした。はい。で、さらにですね、1A01 の作用、作用を考えます。で、U1U2 に 1A01 を作用させるとどうなるかっていうと、これでこっちは U1 は変わらなくって、こっちが U2 足す AU1 なわけですね。で、これを代入したときに変わらない、多項式は何でしょう。これを代入して変わらない多項式何でしょう。U1M は、だからこれ FU を U1M 乗っていう、こういう多項式とすると、F の U の 1A01 っていうのは、U1 変わってないですよね。 U1 変わってないので、これ FU で、これ U1 の M 乗です。で、ある意味で、この A、まあ、M が正の 数しか考えてない。この M って、一番大きい数ですよね。ウェイトが MM-2…マイナス M で、M って一番大きい数ですよね。で、あれを最高ウェイトと言うんですね。で、最高ウェイトというのを同定にするかっていうと、これを作用させて変わらないような、同時固有ベクトルのウェイトになっているもの、それが最高ウェイトなんですね。で、最高ウェイトというのを定義すると、G からこの SLN、から GLVA のこういう表現を考えて、N を、上三角で、上三角で対角線が、対角成分が0でなるようなもの、こういうものを N とします。で、V1 から VN を V の規定で、同時固有関数とすると、ロー T、VI がアルファ IT の、VI と同時固有関数とすると、で、この時にですね、VI が、ロー N で、普遍なら、最高ウェイトであると言います。というと、で、最高ウェイトというのは、たくさんあることもあるんですね。例えば表現の直和、同じ表現の直和を考えれば最高ウェイト、さっきの表現の直和を考えれば、最高ウェイトってたくさんあるわけですよね。だから、表現が規約でないと一時的にならないんですけれども、はい、それで、定理ですけど、G の、有限次元多項式表現は、多項式表現は、最高ウェイトを持つと。はい、ある意味これはリー・コルチンの定理というそういうものなんですけど、それから、
G が規約、ごめんなさい、表現が規約、が、規約であるっていうことと、最高ウェイトがスカラ場合を除いてただ一つあると。最高ウェイトが一つ、最高ウェイトは、純動圏の方ですから、それはスカラ場合を除いて定まりますね、スカラ場合に限らず定まりますね、最高ウェイトが、ただ一つあるとだけある、最高ウェイトが一つだけあるというのが規約表現です。それから、ロー1とロー2、これが規約な多項式表現、多項式表現表現とするときに、ロー1とロー2が同値っていうのは、ロー2同値というのは、ですね、最高ウェイトが同じ。が同じ、ということが成り立ちます。こういう定理が、成り立ちます。証明はとても大変です。はい、で、SLN の場合なんですけれども、SLN の場合なんですけど、V イコール CN って考えると、これ、G イコール SLNC の、これ規約表現なんですね。まあそれ認めましょう。はい、この場合証明するのは非常に優しいですね。優しいんだけど、ここでですね、外積と、外積 を定義しなければいけないんだけど、V のテンサー M と書いて、これ V テンサー V テンサー点点点 V とこう M 個テンサーしたものをああいうふうに書きます。で、この中でですね、1テンサー点点点 V テンサー V みたいな、こういう弦があるんですけれども、これをゼロと同じと見なした、そういうベクトル空間を、まあ、本当は常用空間というものとして定義しなくちゃいけないんだけど、それやってる暇はないので、これをこれ別の位置にあってもいいんですけど、もっと違った位置にあってもいいんですけど、これをゼロと、見なした、空間を、ベクトル空間を、ウェッジの M の V と書くと、でこれを V の外積というわけですね。で、こう、それでああいうふうに書いて、で、V1 テンソル点点点、VM の定める弦を、V1 ウェッジ点点点ウェッジ VM と書くと、こういうものがあります。で、これ表現になってるんですね。ウェッジ i の、cn、 これも、g の表現です。で、この i なん表現なんですけど、i が、1から n-1 まで、規約表現なんですね。でこれ規約表現になってます。で実はですね、すべての表現が
これらの規約表現から生成できるということが分かります。で、これら の、 最高ウェイトを見てみましょう。最高ウェイト、もう終わりにしますけど、最高ウェイト、まず CN、100100、これ不変ですよね。 N、上三角行列でこれ不変、で、T1…TN を作用させるとこれ T 倍になります。 T1、だからウェイトをですね、T1 の A1 からTN の AN を、A1A2…AN、と同一視するとこの場合のウェイトは何になるかというと、この場合のウェイトは、この場合のウェイトは、100だから T1 つまり10…0、これがウェイトです。これが最高ウェイト。じゃあウェッジ2の、V だったらどうなるかっていうと、まあ、基本ベクトルをこう E1 から、EN としてこれ基本ベクトルとすると、この場合の最高ウェイトはですね、E1 ウェッジ E2 のウェイトが最高ウェイトなんですね。でこれは何になるかっていうと、これ T1 倍されてこれ T2 倍されますから11000、これが最高ウェイト。で、点点点ってなっていって、最後は11000、これがウェッジ N-1 の最高ウェイトです。だから、N-1 個の規約表現がこれであるわけで、その最高ウェイトが1000っていうのから11000…11111100っていう、こういう最高ウェイトを持つ、表現がこれで できたことになります。じゃあ今日はこれでおしまい。で、最高ウェイト、次週何をやるかというと、2つの、2つの最高ウェイトを持った表現をテンソル積したときに、どういうふうに規約分解できるかということと、それから最高ウェイトを、定めたときに、その表現の指標がどうやって表されるか、それワイルのキャラクターフォーミュラというそういうものなんですけれども、そういうことについてお話して、この授業がおしまいですね。